川郎は日本の政治家、山梨県出身、元参議院議員、21世紀ヒューマン協会会長。1937年4月13日、山梨県に生まれる。1962年、日本大学理工学部卒業。その後、大鳥書院出版業務、政教新聞記者を務める。1964年、 公明新聞の編集を務める。1969年12月27日、第32回衆議院議員総選挙に、山梨県全県区から公明党公認候補として、立候補し、時点で落選する。以降、衆議院議員総選挙に合わせて4回立候補し、すべて落選する。1983年6月26日、 第13回参議院議員通常選挙に立候補し、時点で落選する。1986年7月6日、衆参同日選挙の第14回参議院議員通常選挙に立候補し、初当選する。1988年、公明党委員長の矢野淳也の下で、公明党中央執行委員を歴任する。1994年12月5日、 公明党の解散に伴い、公明結成に参加する。1995年7月、参議院議員通常選挙後に、公明代表の藤井富夫の下で、公明政策審議会長に就任する。1998年1月、浜四つ敏子の公明代表就任に伴い、公明政策審議会長を退任する。1998年7月、 第18回参議院議員通常選挙に立候補せず、政界を引退する。2018年7月22日、成人 T 細胞白血病のため死去。81歳没。AB、及川淳道さんが死去元公明党参院議員。朝日新聞。https、v、w w w a s a c h c o m articles、ASL7R4VWRL7。 ラットフックレレ PHTML2018 年7月23日閲覧青年月ピデータベース2014年4月23日閲覧ありがとうございます